こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、フランスのコルシカ島をご紹介したいと思います。コルシカ島南端にあるですね、ボニファシオという町ですね、こちらをご紹介してみたいと思います。それではまず最初にですね、フランスの新規感染者から見てまいります。こちらのチャートですね、もうかなり少なくなってきておりまして、最新データが8月1日でですね、新規感染者数ゼロですよ。本当ですかっていう感じですね。ただまあちょっと何日か前まではですね、1000人とか2000人の規模ですけども、8月1日においてはゼロっていうですね、まあ、フランスもですね、日本人がちょっと1000人超えで苦しんでる間になんか仮に簡単にしれっとゼロとかやってもらってですね、ちょっと困るんですけどみたいな感じはありますけれども、まあ、とにかくフランスもですね、まあ、ほぼ収束に向かっているという、まあ、そんな感じですね。このチャートがそれを示していると思います。でですね、フランスのコルシカ島というのはですね、まあ、この地中海にあるんですけれども、このこちら側はイタリアなんですね。でこちら側がまあフランスの、まあ、コートダジュールですね、のあたりで、まあ、ニースとかですね、カンヌとかマルセイユとかがあるのがまあそのあたりなんですね。でこのコルシカ島の下にある島、これイタリアのサルディーニャ島、イタリアなんですね。でこの南端にあるこの赤い星がついているところですね、ここがボニファシオなんです。ちょっと地形が変わっているので、ここかなりクローズアップしてみます。このボニファシオというのはですね、こちら側が、まあ、いわゆる旧市街であるでですね、このマリーナ、この辺マリーナがあるんですけど、マリーナ地区が、まあ、いわゆる新市街、この辺りですね、なってるわけなんですね。でですね、まあ、ここをですね、別名上の町、ここをですね、下の町とかいうふうに呼んだりするんですね。でですね、このマリーナから見た写真をご覧いただければすぐに分かると思うんですけども、まあ、こんな感じですね。このマリーナから、まあ、海の入り江はですね、右の方にこうカーブしているんですけども、ここにこう、まあ、小高い丘みたいなところがあって、そこにですね、これ下でるっていうふうに言うんですけど、まあ、要するに要塞ですね、要塞があったんです。この要塞はですね、9世紀頃に建てられたんですね。でこのボニファシオという、まあ、もしくはコルシカ島っていうのはですね、まあ、結局歴史的にはかなりいろんなところにこう、まあ、支配されたりですね、戦いがあったりしてですね、ちょっと前はです、ちょっと前といいますか、その頃はですね、イタリアが統一する前は、例えばジェノバというのは海洋王国として一つの都市国家だったわけですね。で一番有名なのがベネチアですね。それからアマルフィもそうですし、ピサの斜塔のピサですね、あそこも有名な海洋王国だったわけです。でそういう国がですね、まあ、日本の戦国時代みたいなものですよね。そのしのぎを削ってこのコルシカ島の領有権を争ったりして、まあ、いろんな戦争をしているわけです。で、まあ、そういうふうな中でこの9世紀に建てられたのが、まあ、このシタデルという要塞 でこれですね、城塞都市みたいな感じで、このシタデルの向こう側に町があるんですね。一回地図戻しますね。この辺りにこう要塞があるわけです。でこちら側に町があるわけです。だからここ守ってしまえば町は大丈夫っていう、まあ、そんな感じの場所なんですね。でですね、まあこの要塞そのものはですね、ちょっともう今廃墟なので、まあ、それほど見てもまた面白いっていうことはないんですけれども、この向こう側の町というのはですね、まあ、今でも普通に人々が暮らしておりまして、当然ホテルやレストランですね、まあ、カフェとかショップとかお土産物屋さんとかいろいろあるので、まあいろいろ散策するのも楽しいですし、迷っても大丈夫ですよ。下に降りてくればマリーナがあるわけですから、それほど大きな町でもないですし、何の心配もなく、まあ、迷える町っていう、まあ、そんな感じなんですね。でこの、まあ、要塞があるこの向こう側はもう海なので、その向こう側の海の方から見た写真っていうのがあるんですね、まあ、それがこんな感じなんです。つまり町がずっとこの断崖絶壁ギリギリまでこう建物が建っているんですね。その向こう側に、まあ、そのマリーナ側ですねに要塞があって町を守っているという、まあ、そういう構図だったわけです。でですね、まあ、このボニファシオの中で、まあ結構有名なポイントっていうのがあって、それがですね、アラゴン王の階段っていうのがあるんですね。これ見てください。この斜めに切れ込みが入ってるの分かりますでしょうか。これがですね、アラゴン王の階段というもので、だいたい15世紀頃に作られたと言われているんですね。これですね、階段を下から見た、まあ、写真もありますので、まあ、当然ですね、皆さんが手でこう掘って岩を掘ってくり抜いて作った階段なんですね。なぜこんなものを作ったのかということなんですけれども、まあその15世紀の当時というのはですね、やはりまた戦いの真っ只中で、当時はですね、このアラゴン王という、まあ、アルフォンソ何世さん、ごめんなさいちょっと忘れましたけども、アルフォンソ何世さんが、まあ、治めていたんですね。でそこをですね、兵糧攻めされたんですよ。そうするとですね、南端にある町なので、こっちは海ですよね。で北の方をこう通路を、まあ、完全に封鎖してしまう
しまうともう兵糧攻めですよね。これ包囲戦っていうふうな言い方をするんですけども、要するに兵糧攻めなんですね。で、兵糧攻めの場合っていうのはこちら側の敵は攻め込まないんですよ。無駄に兵力使わなくてもご飯、食べるものがなくなれば白旗上げてくるだろうということだったんですけれども、まあ、その時にですね、このアラゴン王という方がですね、この階段を作ったんですね。で、何のために作ったのかっていう、さらにその質問なんですけれども、この下にですね、実は洞窟があって、そこに飲み水になる水源があったんですね。まあ、この階段を使うことに作ることによって水の調達を非常に簡単にしたわけです。まあ、もちろん人力でバケツかなんかに入れて運ぶ、上げるしかなかったんですけれども、まあ、そのためにその包囲網戦を戦い抜くことができたという、まあ、そういう、まあ、逸話もあったりしてですね。ですので、このアラゴン王の階段というのはその飲み水調達のために作られたのだろうということですけども、この話裏は取れてません。で、いろんな話を調べたんですけども、やっぱり裏は分かりませんでしたが、いろんなところでこう出ている話を総合すると多分そういうことだろうというふうに考えております。もし本当のことを知っていらっしゃる方が、それは違うと、佐藤の言っているのは違うということでしたら、ぜひコメント欄で教えてくださいですね。この街の楽しみ方の2つ目はですね、やはりそのこのマリーナからですね、クルーズ船が出ているんですね。まあ、クルーズといってもですね、このコルシカ島のクルーズであったり、ちょっとサルディーニャの方に行ってみたりとかですね、この南端のですね、いろんなところをこう見て回る、そういうデイクルーズといいますかですね、3時間とかそんな感じのものがあるんですね。で、その時の見どころの一つというのがですね、これですね、グランサブールっていうんですね。このグランサブールって何かというと、このちっちゃいですね、これだけをグランサブールっていうんですね。で、ご覧いただければ分かると思うんですけども、白いこう岩肌ですね、これ石灰岩なんですね。で、石灰岩は浸食されるので、雨とか風によって、波とかによってですね、こういうふうにこうちょっとこう写真では分かりにくいかもしれませんけども、フィヨルドのようなこういうギザギザの線ができているような、そういう浸食のされ方をしている。多分ここもですね、つながっていたはずだと思うんですよ。それが浸食によってこうだん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 なくなっていって、多分それはもう何百年とか何千年っていう時間をかけてですけれども、これ1個だけになってしまったと。じゃあそのグランサブールってどういう意味かっていうことなんですけれども、これですね、砂粒って意味なんですね。で、なんでこれにグランサブールって名前をつけたのか、私はちょっとわからないので、もしご存知の方がいたら教えてください。それからですね、これマドネッタ灯台っていうんですね。これですね、先ほどのマリーナから細長い入り江を出ていくと右側に、つまり船はこちら側を通っていくんですね。こちら側を通って出るんで、この灯台も見られるわけです。で、この灯台はですね、現在活動している、運用されている灯台で、もちろん今灯台はですね、全部自動化なので人はいませんし、その中に入ることはできないんですけども、この写真ではちょっと見にくいかもしれませんが、ここに階段とかこう道があるのをお分かりになると思うんです。でですね、ここまで、歩いてもですね、下の町から歩いても大体1時間ぐらい、1時間ちょっとですかね、ぐらいで行けるので、ここに行ってですね、ちょっとこうインスタ映えしそうなお写真を、真っ赤な灯台ですからね、インスタ映えしそうなお写真を撮ってみたりですね、もしくはその入り江から出てくる時にですね、この船の上からですね、このマドネット灯台をバックにちょっとこう、あと街も合わせてですね、お写真を撮ってみるっていうのも面白いかもしれないですね。今回ですね、コルシカ島のボニファシオという町をご紹介したんですけれども、コルシカ島のすぐ下にあるのがイタリアのサルディーニャ島。こちらの町とっても楽しい町ですなので、また別の動画でご案内しようと思います。またですね、コルシカ島で一番有名なものは何かというとですね、それはちょっといろいろご意見あるかもしれませんけど、ナポレオンが生まれた場所だということなんですよ。このボニファシオからですね、北に2時間ぐらい行ったところにナポレオンが生まれた場所とその成果があるんですね。ただですね、これに関してはですね、また別な動画でじっくりとご紹介してみたいと思っております。ということでですね、今回はフランスのコルシカ島で、その南端の町ですね、上の町と下の町があるとっても楽しいボニファシオをご紹介いたしました。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。